見た目はクロンボ、頭脳はコロンボ、その名も名探偵フランクリン。というわけで、本日はものごっついレア車を紹介していきたいと思います。で、レア車といえばですよ、昨日調べてわかったんですけど、前回前々回前々々回あたりで使用したスティンガーのカブリオレタイプっていうのは今手に入らないみたいですね。なんかアップデートで消えちゃったらしいですよ。結構いいもん持ってたんですね。というわけで、本日はモノコッツイレア車を紹介していきたいな、紹介していきたいと思います。この中入れてるんでね、本日お紹介いたしますのは、じゃじゃん、ダカ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 ダン、なかなか終わんないね、じゃん、はい、こちらのデーハーな車ですね。名前はアセアですね、っていうのを紹介したいんですけど、こちらのデーハーな車がそのまま出てればこいつはレア車だっていうのはすぐわかるんですよ。ただ問題はこいつが出てくるとき、つまりこれのベース車両がこれなんですよ。こいつ、これ一見したところもうどこでも走ってそうじゃないの。これ今乗りますよ、もう乗っちゃいます、こいつね、はい、乗りました。で、乗ったんですよ、はい、乗ってます、はい。もう一見したところこれレア車なのっていう、普通のセダン、ちなみに前輪駆動ということで、ほんとね、レア要素ねえじゃんっていうね、ほんとね、レアなのかわからない点ですけど、これが手に入るミッションが一つしかないんですよ。ということで紹介しますと、あ、こっちで見れねえや、潜水艦パーツってありますよね、潜水艦パーツを集めるってミッション、多分マイケルのミッションでありましたよね、あのサブミッションで。確か、ほい、ここ今まあフランクリンのものになってるんですけど、ここのにあるあの潜水艦もしくはボートを使って集め物をするっていうミッションで、それクリアした時にその依頼主の女の人が乗ってる車なんですよ。その車を奪う方法なんですけど、そのミッション終わった後、その女の人を生かすか殺すかの選択を迫られるんですね。で、その女の人がこの桟橋から階段登ってこの車を取りに行くんで、その女の人が取りに行く前にこっちをこうスッと入って、先にここに待ち伏せするんですよ。で、その女の人がこうドアを開けた瞬間ダーンと撃って殺します。そしたらロックが解除されて乗れるようになるので運んできましょうということですね。ほんとね、そのミッションでしか多分手に入らないと思います。めちゃくそレア車なんですよ、だからほんとこれ。というわけで、うん、その改造した車の方も乗りましょう。今撃っちゃったけどね撃っちゃったけどね、こっちノーマルなんですけど、改造した方、いや、お前なんで2台持ってんだよって話になりますけど、あのトレバーのトラックが欲しいっていうようなあれがあったと思うんで、うん、それと同じことをやりました。ですからナンバーが同じになってると思います。なってるよね、ちょっと見よ、ナンバーが見づらい、63UXV940 ですね。で、こっちもナンバーが 63UXV940 で同じなんですよねまあちょっとした裏技使いましたから、よければ悟空さんの動画もしくは私の動画を見てください。悟空さんの動画では、なんつったかな、ガレージで起こる最高のバグかなんか、そういった感じの名前だったと思います。私の動画ではトレバーのトラックが欲しいという。で、この車しかもね、この左フェンダーと右フェンダー別々で改造できるんですよ。まあ要はこのステッカーを貼るか貼らないかっていう、そういう感じなんですけど、まあそれ以外はね、うん、本当何の面白みもない普通の車です。ただ全然手に入らないってだけですね。というわけで、うーん、少しは有益な情報になったかな。うん、まあもう一回言いますね、海に流した真実だったかな、多分日本語版ではそんなタイトルだったと思います。
で、その海に流した真実というミッションで女の人を生かすか殺すか選択迫られた時に、おいカメラワークがうざい一刻も早くこの女の人の先にこの車のところに行って待ち伏せし、この女の人がドアを開けた瞬間に、まあ、一撃で仕留めます。すると手に入りますよということで、本日はこんぐらいでいいかな、うん、終了したいと思います。ではでは、うん、次回もまたサンアンドレアスで会いましょう。